第45話、ハコベピープロデュースでライブをやってみる話。ドラムのセリナです。なるちゃんが頑張ってた彩り緑のプロデュース、今回は全員呼ばれたんだよ。なるちゃん何考えてるんだろう、楽しみ。ここまで我がバンドのメンバーをいろんな面でプロデュースしてみたわけなんだけど、皆さんのご協力もありまして、我々非常に前に進んでいるなと、こう思う次第。本当かな。ちょっと適当言わないでよ。すごい言われよ。やむなしかと。で、そんなプロデュース企画の集大成として最後となる今回は、やはりバンドやるなら一度はやってみたいワンマンライブというやつ、これをプロデュースしたいと思います。ワンマン？ちょ、また私たちにそんなことできるの？そこはやってみないとわかんねえじゃん。私たちの初ワンマン、これはぜひ実現したいというアイデアをみんなで出し合っていこうではないか。どうだ諸君、とびっきりの熱いライブみんなで作りたくないか。あ、みんな思ったより真面目に考え始めた。ワンマンっていうことは私たちだけなんだよね。曲が少なすぎてね。できるのかな？カバーとかやってみる？でもいいですが、やはり新曲をもっとたくさん作らないとです。結構頑張らないと2時間もできないわね。あ、2時間っていう設定なんだ。ま、バラエティに富んだ MC コーナーがあっても面白いしな。あ、ナズナ先輩の独演会とか、一発ギャグコーナーとかをぜひ。あの、あとチケット代できれば安くした方が友達呼びやすいよね。でもお客さんたくさん来てくれないと赤字になっちゃいます。逆にたくさん入ったら、お金がたくさん入ってきて広い会場も借りられるようになるね。強いバンドになってツアーとかやりたいよな。彩り緑全国5大ドーム公演みたいな。そこまで行ったら普通にロックフェスからも声がかかりそうです。なんなら自分たちでフェスやっちゃえばいいんじゃん。山とか海とか自然の中とかでね。もしもダイブ周りの熱いやつ、すごいすごいし、なんかすごそう。なんて言っては見るものの、今の私たちに実現できる話かというとね。ま、先にもっと経験積んでファンもたくさん作ってってとこだよな。ですね。あ、明坂先輩何を見てるんですか？うん、今スマホでライブハウスのホームページ見てたんだ。わ、ほんとだ。な、何をする気だセリナ。なんか私興味出てきちゃって、私たちのワンマンライブもうちょっと考えてみようよ。さすがセリナ、どうこして前向き。来週へ続きます。